マルタ島は地中海の中央、マルタ共和国内の島であり、同国内で最も大きな島である。本島はイタリア、シチリア島の南9 3トルほどのところにある。面積は246平方キロメートル、最高標高点は253メートル。最も大きな都市は首都でもあるバレッタ。島の東部にあり、市街は世界遺産となっている。 海岸沿いの入り組んだ入り江は美しい港の景観を作り出し密集した人家の風景は高台のある丘が特徴的である。地中海性の温暖な気候で冬は温暖で雨が多く夏は暑く乾いている。マルタ島にはこの二つの季節しかなくそのコントラストは旅行者にとって魅力的なものとなっている。 またマルタ猫が非常に多く生息しておりその数は70万匹以上と人口の倍近くの数を占める。他の多くの猫を飼いくぐって餌を獲得するためにそれぞれが前足を使って餌を口に運ぶのがこの島の猫たちの大きな特徴にもなっている。またマルタはマルチーズ県の原産地でもある。北西 6km に面積67平方 km の小ぞ島がある。 マルタ島とゴゾ島の間に面積3.5平方キロメートルのコミの島がある。世界で初めて海水から生活用水を生み出した島でもある。十字軍の際に結成されたマルタ騎士団の本拠地となった。オスマン帝国との戦いの要衝となった。1989年12月2日から12月3日にかけて米ソ首脳が会談し、 米ソ冷戦の終結を宣言したマルタ会談が開催された。ありがとうございます。